わっそーんす。ういそういそ、あ、ラジオスター適当にかましに来ましたよ。今日もここにライドンしちゃってね。ライドンプラス串揚げみたいな感じで。マジコラジ、入江優の追い越し車線で失礼します。本日のゲストは先週に引き続きスタイリストの伊賀大輔さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの先週まさかの伊賀さんによるスタイリングで僕、はい、今幼児山本来てますけど、はい、引き続き、いや本当にね、僕久しぶりにジャケット着てこうシャツ着て、まあ初めてですよね、あのちゃんこうスタイリングしていただいてカメラ前に立ったんですけど、うん、全然気分が変わるというか、なんだろう、この香港映画にちょっと出てきそうな感じちょっとその感じありますね、はいはい、少し古いというか、うん、90年代っぽい感じ。そうですねあ、なんかいますねこういう人、うん、いやいいです、いやということで、あの今週もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。あのちょっと話変わるんですけど、伊賀さん、はい、その好きなものをなんか自分でコピーしていろんな人に渡すとか、そうですね、啓蒙活動されてるって聞いたんですけど、はい、なんかデビッド・フィンチャーのファイトクラブ、ファイトクラブ好きなんですか？ですね、はい、あれいろんな人に渡してるんですか？あれも結構渡しますね。ね、あとうちに DVD がなぜか7枚ぐらいあるんですよね、はい、DVD と豪華版とブルーレイと特装版っていうのととか見ると買っちゃうんですよね。あ、そうなんですね。でそれをこう進めたい人には進めるんですか？そうですね、なんかやっぱやる気出るんで。すごいですね、うん、なんか結構そういうのが多くて、だからもうデビッド・フィンチャーはやっぱ男、はい、やっぱ男ですよね。あの頃のデビッド・フィンチャーってもうやばかったですよね。やばいですよね。そう、もうセブンとかも好きなんですけど、はいはいはい、うん、あれ多分10代だったんですけど、なんだこの映画と思って、うん、いわゆるそれまでのなんかハッピーエンド感というか、はいはいはい、全く程遠い、うん、邪悪さですよね、うん、そう。あとなんかやっぱその技術的にはやっぱ今また見たりしても、なんかその新書風景となんか手持ちの感じとか結構気持ち悪いっていうか、はい、うん、そうそうそう、だからやっぱすごいなんかビジュアリストというか。そうですね、なんかあの最近メイキングで見たんですけど、画面が少し揺れるのも許さないらしいですよ。あ、なるほど、はい、なんかちゃんとこうカメラがスーって寄っていくときによくあるじゃないですか、はいはい、ちょっとカクッとする、はい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 、あれ絶対許さないって言ってました。はい、テイク100の男、そうですよね完璧主義者ですよねそう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 、ちょっと過去の話になるんですけど、はいはい、僕はそのあんまり助監督経験ない、はい、まあ、自主映画をずっと撮って、はい、インディペンデントでやってきたんですけど、はい、伊賀さんはその結構アシスタント時代過酷だったという話を。そうですね、はい、あのまあもう巨匠というか超ベテランの熊谷隆さん、はい、さん、はい、について、はい、で僕は本当に何あんま知らないまんまいきなり学校行ってたんですけど、はい、でその学校 あの文校みたいなところの卒業生で、はい、熊谷さんがでなんか紹介されて、あのこの子アスタイリストになりたいって言ってんのって言って、はい、でしたら電話が来たんで、はい、でどうするっつって、やりますっつって、うん、学校どうすんだっつって次の日辞めて、その次の日に行ったっていう。へえ、それで、やられた3年間ですか？そうですね、丸3年で、うん、もうみっちりやって、休みが4日っていう。休み4日、はい、それ3年間で4日。そうそうそう、それ何やってんですか？あの毎日毎日だからなんかいろん全部やってました、ね、あらゆることを。洋服畳んだりとか、なんか洗濯とか、まあ、あととにかく仕事がとにかく忙しいんですよ。やることが鬼のようにあって、だからもう本当寝れなくて。その他にもアシスタントの方っているんですか？いました、いました。僕今兄弟子の三田真一っていう男がいて、今、はい、安室奈美恵さんとか、はい、パフュームとかのスタイリングやってたりするんですけど、でその二人であんまりにも寝れないんでそうスタジオのこうやって裏で、はい、交代で5分、はい、5分ずつ寝るとか。マジっすか、うん、撮影でこうやって一人がこうやってついてて、はい、で一人は後ろで寝てて5分経ったら交代して次に、でこうしかも寝てない見てそうで寝るっていう技とか編み出してくるんですよ多分助監督とかもいると思うんですけど、はい、ありますね、半目で寝るみたいな、はい、そういうの編み出したりとか。いや僕もね、助監督時代やっぱこう芝居を用意した後テストとかで芝居が始まって、はい、うんってこう見てるふりをしてスッと寝るみたいな、はい、そうでもチーフの先輩に見つかって、はい、お前寝てたのみたいな話それは本番中が一番寝れるみたいなのありますもんね。そうですね、うん、みんな静かなんで。そうですね、そうそうそう、なんかそれそんだけ休みなく働くっていうのってなんかこう心折れそうになったりしないんですか？うん、でも、ま、全くなかったですね。なんかやっぱこれが
こんな結構もうボンクラで、はい、映画とか洋服とか他になんか好きなもんが趣味が偏ってて、はいはい、それで飯食いたいってできれば思ってるのに、はい、そんなことでやめたら、うん、もうなんか情けねえなみたいな、もうこれ本当にマジでやることねえみたいな感じだったんで、だから楽しかったですね。へえ、割とじゃあもうそれは早めにもうそのスタイリストというかそこになりたいっていうのはもうあったんですか？そうですね、あの高校生ぐらいの時になんか洋書とか読んでて、はい、でカメラマン、スタイリスト、ヘアメイク、はい、モデルっていうそのクレジットがすごいかっこいいファッションページがあったんですけど、はい、でまあ俺機械ダメなんでカメラマンダメだと、うん、で絵下手なんでヘアメイク無理だと、うん、でモデルはまあないと、うん、でそしたらスタイリストしか残ってなかったんですよねなるほど、消去法みたいな。あ、それでなんかあんまり何やるか知らなくて、はい、でもそのいろんなことを知っといた方がいいんだなっていうのはなんとなく分かったんで、はい、だからもう学校サボって別に映画館とか見に行っても、はい、いや俺は別にこれはありみたいな、うん、俺の中ではありっていう、はい、そういう感じでやってたんですよね。なるほど。なんかあとその、まあ、3年 の, その修行というかアシスタント期間を経て独立されて、はい、でまあ一人でこうやっていくわけなんですけど、その時はなんか独立のきっかけってあったんですか？独立のきっかけはいきなり師匠に、はい、なんかガソリンスタンドでガソリン入れてる時に、はい、こうやって待ってるじゃないですか、はい、眠いなと思いながら、はい、したらお前あと半年で独立だからって言われて、 えマジっすかみたいな。独立それそんなことで言われるんですか？そうなんですよ。だからあと頑張るようにみたいな言われて、あはいみたいな。それでもまあ何か認めてたってことなんですか？なんかあったかもしれないですね。これはね、愛ですね、愛、もう純愛です。なんか若いうちにみたいな感じっていうか、はい、でも俺は師匠に独立しろって言われるまでずっとやろうと思ってたんで、だから結構びっくりっていうか、でも男ってやっぱ今でもそうなんですけど、はい、仕事を覚えるとすぐ独立したくなっちゃうじゃないですか。なりますね。だから他 の, あのいろんなアシスタントの人で仕事を覚えて1年とかで独立するやつってすげえもったいないと思うんですよね、はい、その覚えて応用した後、はいはい、もうさ、だから最低 3,4 年はやんないと、うん、もう完全に仕事できてこいつには自分の世界があるなっていう助監督とかに、が、はい、でもお前本書いてみろよみたいな、うん、でも現場も手伝いながらみたいな、はい、いきなりなんかもうやめて俺は監督だって言っても、うん、その人がついてきてくれなかったりとか、はい、そういうのあるじゃないですか。ありますね。だからそれはもうずっとやろうと思ってて、そしたら言われたんで、だからそれはちょっともったいないと思うんですよね、みんなやっぱその、そうですね、すぐ独立したいみたいなっていうのは、うん、ちなみになんかその師匠についた時に教わって今でも忘れないこととかってあるんですか？全身これスタイリストみたいなとこですかね。全身これスタイリスト、なんかもうだから何でもやっぱ仕事にするんですよね、うちの師匠も。俺も結構そうっちゃそう、それタイプなんですけど、会ってかっこいい不良とかいたりすると、はい、友達になったりすると、うん、次の日の撮影に呼んだりしていきなりモデルにしたりするんですよ。へえ。俺アシスタントってすっごい怖いじゃないですか、はい、本当の怖い人とか結構いっぱいいるんで、だすいませんっつって、これ来てくださいっつって、これもらってっていいのみたいな、いやダメなんですよっつってこれ返さないといけないんでみたいな、そういうのとかすごいですね。すごいフレッシュなんですよね。もうでかっこいいやつだったらそれがもう今俺なんかかっこいいと思ってることって、はい、でしかも雑誌じゃないですか、はい、だからもうそれが2週間後には世の中に出るんですよね、みたいな。それでこうそのサイクルで回していくっていうか、そういうのがすごい本当にアンテナが高いというか、そうですね、いろんなことに敏感になってるってことですね。そうですね。いやもうあの今あれですかね、雑誌とか映画とか CM とかもうかなり幅広く、そうですね、これ仕事を選ぶポイントって何なんですか？まあ、人ですね、完全に。あ、人、はい、へー、その人から来て、はい、なんか勝手に息に感じちゃうというか、これは俺だろみたいな。それ伊賀さんに直接来てその人の魅力で決めるってことなんですか？そうですね。とかなんかこう仕事してみたかったなっていうのとか、はい、それこそその作品がなんかこういうのが世の中に広まるのは俺はいいことだと思うって、もちろん埼玉のラッパーとかそうだと思いますけど、もっとみんなに知ってほしいとか、なんかそういうのですね、やっぱり。あ、なるほど。なんかこれからの伊賀大輔さんっていうと、なんかビジョンとかあるんですか？こういうことやりたいみたいな。とにかく俺岡本太郎がすごい好きなんですけど、岡本太郎、はい、岡本太郎も、はい、なんていうんですかね、その何でも岡本太郎じゃないですか、はい、それこそ俺五六とかすごい好きなんですけど、あの前にお話もそうですけど、俺岡本太郎の本も配りまくったりして100冊ぐらい配ってるんですけど推薦してるんですよ、ね、今日の芸術って本を、はい、だからそういうのにも書いてあるんですけど、うん、やっぱその、まあ、職業岡本太郎みたいな、そういうその俺が触ればみたいな感じであったりするんで、はい、なんかそういう感じというか、
でやっていきたいなと思ってるんですけどね。でもなんか何にも別に垣根なしというか、うん、それがそのスタイリストだからってなんですかね、これをやっちゃいけないとか、はい、なんかそういうのは特にないなと思ってて、でも別に洋服作るとかそういうのはないんですよね、はい、写真撮るとか、まあ、うちの師匠やってるんであれなんですけど、俺の中ではないなって、服に携わることでオファーされたら、はい、それは別に何でもできるなとは思ってますよね。あ、そう、もう一つ聞きたいんですけど、その、うん、なんかこれをやれずには死ねないみたいなのあるんですか。なんすかね、あ、これをやれ、結構ねできちゃってんですよね。あ、できてます。あ、アニメもやっちゃったしな。あ、そうですね。でも、ま、なんかまだ全部ある、なんかまだあるような気がするんですよね。映画で一回やってみたい映画のジャンルというかあるんですか。映画のジャンル、 SF でも時代劇でも何でもいいんですけど、あ、なんか鈴木清純作品みたいなやつですね。イカれた感じのやつとか、はいはいはい、絵巻みたいな、そうですね。ああいうのをやってみたい。あれないですね。そう、もう本当にすごい大掛かりな美術でみたいな、しかもなんかアナログとかも入ったりとか、はい、昔ってそういうのあったんですけど最近ないですもんね。うん、そうなんですよ。ちょっとああいうのはやってみたいですね。ああ、それちょっと見たいですね。豪華絢爛な、本当になんかもう衣装と美術同一化みたいな感じのとかやってみたいですよね。なんかやっぱどうしてもリアル思考みたいなことにもなってたりするんで、はい、やっぱそれはなんかすごい夢があって痛快でみたいなのもやっぱ映画の面白さじゃないですか、はい、それこそ本当内省的な、なんですかね、はい、まあ何でもいいですけど、グッドフェローズも面白いけど、やっぱバックトゥーフューチャーも面白いみたいな、はい、どっちもあの映画だし面白いよっていう、はい、ロッキーも好きだしみたいな、やっぱそういうところはあるなとは思ってるんで。確かにそれ見たいですね。常識外れの見たいなと思って、僕今脚本を今年はまあ暇だったので、はい、追い越し車線全然走ってないんですけど、途半車線でこう脚本書いてて、ふと昨日も書いてと思ったんですけど、一歩俳優が歩くことに別に服って変わっていいんじゃないかと思って、つながりってよく言うじゃないですか、あのこの日は同じ日だからずっと同じ服っていう、そんなことなくて角を曲がったら服変わってて全然いいんじゃないかなと思って、なんかそういう話をちょっとずっとまあ脚本書いてて、それ面白そうですね。だって別にいいじゃないですか、なんか気分が変わったら。そうなんですよね、なんか一応これはつな話がつながってますよっていう風にすると安心するっていうことのだけですよね、つながりじゃないですか、だからそれはなんか変えることに必然性があってみたいなのならありますよね、全然いいなと思うんですけど、女の子とかだとその今日の服いいねって言われると、はい、急に着てる服がよく思えたりするじゃないですか、その瞬間服ってなんかもう別のものになったりするんですよね。最近なんか落ち込んだこととかあるんですか。最近落ち込んだこと、イカさんが落ち込んでる姿を想像できないんですけど、なんだっけな、あ、ちょっと前の映画秘宝の別冊みたいのをアマゾンのカートに入れてたんですけど、はい、あの最後発注するの忘れちゃって、はい、それ誰かに買われちゃったのが結構あーっていうラスト1がで、その後探したらなくて、チキショーっていう、俺の方が欲しいのにみたいな、もう一押ししとけばみたいな、はい、届いたのにみたいな。でも俺すぐ忘れちゃうんですよね、バカなんで。なんかもう寝ると忘れちゃうっていうか、いい、ね、リセットされて、なんかもううだうだ言ってても悪いのてめえだしなみたいな、もうそれは全部自分だなと思って、それはもう人のせいにしてもしょうがないしみたいな。あ、いいっすね。それはもう高校で恥かくんだったらもう自分で恥かくみたいな感じですね。もういや、でも本当恥かくのって大事ですよね、どんどん恥かいていこうと思って。そうですね、しかもこんな30代なんてまだこんなんで上がって恥かきたくないとか思っててもしょうがねえじゃんみたいな。しょうがないですよね。いやー、ありがとうございました。はい、いやー、本当、2週間にわたって伊賀大輔さん、はい、僕がもう10代の時からなんか、なんていうんですかね、雑誌の中にいた人が、はい、こんなまさかもがいい話を聞けると思わなかったです。ぜひなんか僕なんかいつになるかわかんないですけど、ぜひ一緒に仕事を、はい、ぜひさせていただけるように。もう最終的にはそこだな。そうですね、はい、いやー、見てみたいですよね、はい、どんなこう、あの伊賀さんが現場でとか服で新しい世界を見せてくれるのかって本当見てみたいなと、はい、うん、楽しみですね、はい、まあ、初日に飲む酒がうまそうですね。あ、いいですね、いつかの、はい、いや本当貴重な話ありがとうございました、はい、ありがとうございました。共にもがき続けましょう、はい。